こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロとヘルムートラングのですねコラボレーションは大人の男性には似合うのかというテーマでお話をしてみたいなと思っています。結構ですね驚いた方も多いかなと思いますし、逆にヘルムートラングってどんなブランドかわからないという方も結構多いのかなと思うんですね。今回はこのコラボレーションについてお話をしたいなと思ってるんですが、2022年9月26日月曜日からですねユニクロ&ヘルムートラングというですね一つのコラボレーション企画がスタートするわけですね。このようなコラボレーションラインというのはユニクロにとっては結構頻繁に行われていまして、ユニクロ U ですとかプラス J ですとかそのあたりが結構大きなコラボレーションになっていまして、他にはですねホワイトマウンテニアリングだとかエンジニアドガーメンツだとかこのあたりのコラボレーションなんかもやっているんですが、その中でもヘルムートラングのコラボレーションというのはどちらかというとユニクロの傘下のブランドとのコラボレーションという意味ではユニクロセオリーのコラボレーションに近いような立ち位置になっているのかなと思っています。僕の動画を見ていただいている方は30代の後半から40代の方が多いかなと思うんですが、ヘルムートラングというブランド聞いたことがあるという方も少なくないかなと思うんですね。一方で今の10代20代ぐらいの世代だとそこまでですね知名度が高いというブランドではないかなと思うんですね。それはなぜかというとヘルムートラングというブランド自体が結構ですね90年代から2000年代初頭ですね、このあたりにすごく人気がありまして、僕自身がリアルタイムでヘルムートラングをめちゃくちゃ着てたのかというとちょっとですね僕らよりも上の世代のイメージなんですね。だいたい5個ぐらい上以上ですかね、45歳以上の世代が結構ヘルムートラング好きで着てる方が多かった印象なんですけども、ヘルムートラングというブランドの歴史なんですが1976年にウィーンで創立をされました。そして1990年代ですね、このあたりに人気がものすごく高まりまして、デザイナーズブランドというと結構エッジの効いたデザインのところが多かったかなと思うんですが、その中でもヘルムートラングというのは結構このあたりはユニクロと通ずるところがあるんですが、もう極力ですね無駄を省いたようなシンプルでベーシック、そして究極のミニマリズムと呼ばれるような洗練されたデザインの服をリリースしていたんですね。そのため他のデザイナーズブランドとのギャップでよりですねそのシンプルなデザインが支持されることになったわけですね。そして1997年にはヘルムートラングジーンズが設立されまして、デニムにもですね力を入れていたのがこのブランドなのかなと思います。当時のデニムというとまだまだリーバイスを象徴するようなアメリカの古着だとか古き良きアメリカのデニムというイメージが強かったんですが、その中でヘルムートラングのデニムというのはシルエットも細身ですし無駄が一切ない、ワークウェアとしてのデニムというよりは洗練されたモード感のあるようなそういった一本に仕上がっていて、そこがですね従来のデニムとも明らかに違ったので人気が高かったんですね。ちなみにこの時代ですね1990年代、ヘルムートラングさんがですねまだ現役でデザイナーをされていた頃のラングのデニムというのは古着の市場でも結構高値でやり取りされていたりして今でも人気なんですね。その後ヘルムートラングは99年にプラダ社の傘下に入るわけなんですね。そして2005年にはデザイナーであるヘルムートラングさんがですねクリエイティブディレクターを辞任するわけなんですね。このあたりの1990年代から2000年代初頭が、ヘルムートラングの全盛期と呼ばれるような時代かなと思うんですが、そこからリンクセオリージャパンのですね傘下に入って現在はセオリーと同様にユニクロの傘下に入っているというのが、全体的な流れなんですね。最近ですねめちゃくちゃ旬なブランドという形ではないかなと思うんですが、やはりですね僕ら40代ぐらいの世代にとってはですね名前を聞くだけでちょっと胸熱な部分がありまして、究極のミニマリズムと呼ばれていたヘルムートラングに対して憧れを持っている方も少なくないかなと思うんですね。僕自身1990年代の中盤頃ってまだまだ中高生ぐらいだったのでヘルムートラングというブランドも知らなかったですし、知っていたとしてもそんなに買えるような価格帯ではなかったと思うんですね。その頃の僕といえばもう本当にナイキのスニーカーだとかレッドウィングのブーツですとか、あとはリーバイスの古着ですね、この辺りを着ていたような時代なんですが、その時代にですねヘルムートラングというのが非常に人気が高かったということで名前自体は知ってたんですが、僕が一番最初にヘルムートラングを買ったのは大学3年生の頃ですかね、だいたい2000年代初頭だったとは思うんですが、ヘルムートラングの服まだまだ高かったんですけども、当時ですね僕はフリーマーケットに行ったりだとかヤフオクを見ながらですね様々なブランドを中古で買い漁っていたわけなんですが、その中でヘルムートラングの服もいくつか購入をしたんですね。今でも鮮明に覚えてるのはホワイトのライダース型のブルゾンですね、これを愛用していましてめちゃくちゃ着ました。デザイン的にはものすごくシンプルで使い勝手がいいんですが、
ライダースジャケットというとブラックの印象が強かったんですけども、それをホワイトで表現してあるというところにものすごく惹かれて、結構着倒した記憶があるんですね。まあそんなに僕自身の接点が強いわけではないんですが、ヘルムートラングというブランド自体は僕たち大人世代にとってはすごく憧れの対象だったのかなと思っています。そんな歴史を持つヘルムートラングの中で、やはりデニムに対してのこだわりってすごく強かったと思うんですね。1990年代に人気を博したクラシックカットジーンズですね。こちらのデザインをベースに現代的にですね、再構築をして作られたのが今回のユニクロとヘルムートラングのコラボレーションジーンズになるんですね。ユニクロはジーンズイノベーションセンターというですね、機関を運営しているんですが、まあ、そこの中で1990年代に大人気だったヘルムートラングのデニムを徹底的に解剖をして、まあ、現代のエッセンスを加えながら再構築をしたというのがこのデニムになるんですね。まあ、実際にデザインを見てみるとですね、本当にですね、ベーシックな一本という形で、本当に癖のないような、そんな仕上がりになってるかなと思います。まあ、シルエットで言うと細すぎず、なおかつ太すぎないというような、まあ、本当にベーシックなシルエットになってるかなと思います。当時としては結構デニムの中では細身の印象があったんですが、それからいわゆるスキニーフィットデニムというものが流行しまして、その流れのボトムスと比べるとそこまで細すぎないのがヘルムートラングのデニムかなと思っています。極端に細くはないんだけども、かといってやぼったさがない、無駄な部分が一切削ぎ落とされたシルエットで、まあ、いわゆるユニクロでいうとレギュラーフィットデニムに近いようなサイズ感になってるんですね。まあ、ちょっとこちらの表を見ていただきたいんですが、まあ、30インチの数値を比べるとほぼですね、ユニクロの通常のデニムとそんなに変わらないようなフィット感になるかなと思うので、ぜひ皆さんも発売前までにですね、こちらのレギュラーフィットジーンズをですね、履いていただくとイメージがしやすいかなと思うんですね。今は行き過ぎたスキニーデニムみたいなものがそんなに流行らない時代になってきてますし、むしろワイドデニムの方がトレンド感のあるデニムかなと思うんですが、まあ、こういったものが似合いやすいのはやっぱり10代20代の若い世代かなと思ってまして、僕ら大人世代にとっては割とですね、ベーシックなシルエット、スリムフィットだとかレギュラーフィットぐらいが、まあ、使いやすいかなと思うんですね。そのあたりにまさにドンズバでハマってくるのがこのヘルムートラングの新しい一本なのかなと思っています。でデニムっていうと結構アメカジの流れで、ステッチの色であったりだとかリベットだとか、あとはボタンですとか、そのあたりがですね、ちょっと味わい深いような雰囲気、本体と結構色のコントラストがあったりするんですが、今回のコラボレーションモデルに関してはやはりそのようなステッチだとかボタンだとかリベットに関しては本体の色となじませるような形にしてあるんですね。そのあたりの細かいディティールですね、そこまでしっかりと作り込まれていて、一切の無駄のないようなデザインになっているというところは個人的にもすごく嬉しいかなと思っています。ちなみに価格帯なんですが9990円という形になっていまして、ユニクロのベーシックなデニムに比べると2倍近い価格になってまして、正直ですね、ここにうっとなっている方も少なくないかなと思うんですね。まあそれはですね、無理もないかなとは思うんですが、そもそもユニクロのデニム自体が安すぎるんですね。本来であれば本当に1万円近くしてもおかしくないようなクオリティのデニムがユニクロでは5000円前後で売られているわけなんですが、まあ、今回は9990円ということで、ちょっとこの価格の差が気になる方も少なくないかなと思います。ただヘルムートラングのデニムっていうのはものすごく価格帯高かったので、もともと1万円近くで買えるようなものではないんですね。そういった点でおいてはこのような価格帯であっても決して高いなとは思わないですし、むしろですね、1万円で買えるデニムというと他にも選択肢があるわけなんですが、いわゆるプレミアムデニムと呼ばれるような2万円オーバーのものっていろんな有名なブランドがあります。レッドカードがあったり、 AG があったり、ヤコブ公園があったり、 PT トリノがあったり、まあ、様々ないいブランドがあるんですが、まあ、やっぱりこのようなデニムのブランドのものっていうのは2万円を超えてくるわけなんですね。1万円付近で買えるものだとリーバイスだとかエドウィンだとか、そのあたりの、まあ、一般的なデニムですね、このあたりがだいたい1万円前後ぐらいで買えるわけなんですが、まあ、そういったものと比べてもヘルムートラングのアーカイブと呼べるようなアイテムをベースにしながら現代のエッセンスを加えたデニムが1万円前後で買えるというのは僕は十分価値があることだと思っていまして、むしろユニクロの通常のデニムだったらやっぱりですね、どこでも買えるんですよ。これは利点でもあるんですが、一つのデメリットでもあって、人との違いが出しづらいのと、やはり気分が上がらない、モチベーションが上がらないという方も少なからずいると思うんですね。まあ、僕自身もユニクロのデニムをガンガン履くかといったら、やっぱりですね、どうせだったらもうちょっと価格帯を上げて
気持ちが上がるものを履きたいという気分がどこかにあるんですね。そういった意味ではユニクロのインラインのアイテムよりもユニクロ U ですとかプラス J に特別感を感じて、おしゃれが好きな中級者上級者の方が買うのと同じように、ユニクロがヘルムトラングとコラボレーションをすることで特別感がそこに現れて、これはブランドの名前の力でもあるかなと思うんですが、そこに魅力がより感じられるというところもこれは間違いなくあるかなと思うので、僕自身はすごく注目をしてるんですね。そして先ほどもお伝えした通り、シルエットとしてはレギュラーフィットで太すぎず細すぎずというところで、使い勝手がいいというところでは、僕ら30代後半から40代以降の男性には非常に使いやすいような仕上がりになっているかなと思っています。結論を言うと、このヘルムートラングとユニクロのコラボレーションのデニムは僕はかなりおすすめかなと思ってまして、色に関しては01のオフホワイトと、あとは09ブラック、そして68ブルーという形でかなりクリーンなイメージですね。色落ち感のあるようなデニムではなくて、オフホワイトだったらオフホワイトでパキッとした白ですし、ブラックも本当に色落ちのしてないようなモード感漂うようなブラックになってます。ブルーに関してもいわゆるリジットデニムに近いようなすごく深めのブルーになってまして、このあたりも大人の男性にはぴったりなんじゃないのかなと思っています。で、一つ懸念点としては、ユニクロのデニムってストレッチの効いてるものが圧倒的に多いかなと思うんですが、今回はコットン 100% でストレッチというところは期待ができないかなと思います。そのあたりの履き心地の良さというところを追求される方にはそんなに向かないかなとは思うんですね。あくまでおしゃれが好きな方、ヘルムートラングというブランド自体を知っていて、かつては着てみたかったという方、あとはですね、意外に10代20代の方でヘルムトラングを知らなくてもユニクロの中でも特別ラインであり、現代的なシルエットのこのレギュラーフィットですね、太くもなく細くもないっていうところ、このあたりがかえって初めてなんだけども楽しめる方々も、まあ、間違いなくいるかなと思うので、結構いろんな方には使いやすいかなと思います。まあ、素材はオーガニックコットンとリサイクルコットンの混紡になっているというところもまた一つの新しいアプローチかなと思ってまして、環境面も配慮したようなそんなデニムになっているというところもかなり評価が高いのかなと思っています。まあ、非常に楽しみですね。9月26日の月曜日から販売開始ということで、どこのお店にも置いてある商品というよりは販売店がですねある程度限定されているものなので、まあ、ぜひ皆さんもですね試着をしてみて、どういったシルエットなのか、どういった素材感なのか、いつものデニムとどこが違うのかも含めてぜひ体感をしてみていただきたいなと思っています。まあ、僕自身もですねヘルムートラングの大ファンだったというわけではないんですが、これまでに数着経験してブランドイメージとしてはかなりいいので、改めてこのデニムを体感してみたいなと思ってますので、発売をしましたら実物を皆さんにレビューをしてみたいなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。